<laughs> 目障りです。じっとしてて。行くわよ。<laughs> ちょろちょろと。逃がさないわ。少し調子に乗りすぎねあら逃げ足の速い。行くわよ。覚えてなさい。誰に向かって。<laughs> 甘いわ。今ので殺せないなんて。100倍にしてお返しします。後悔しても、遅いわ。<laughs> いい気にならないで。やりますね。 まだですちょちょっとそそんなこの私はをあまずうっとうしい<ょ>うるさい人次は私の番かしらまあ褒めてあげるわ浅はかなせめね余裕がなくてよあと少しねおっと危ない危ない <laughs> 生きて帰れると思わないことね <laughs> さーてかわしきれるかしら私甘くなくてよ手短に終わらせましょうどうなっても知らないわよ どうなっても知らないから。<laughs> それなりに楽しめそうね。さあ、始めましょうか。泥棒猫。気は済みましたかそれでは、ご機嫌よう。しばらく頭を冷やしなさい。わかっていただけましたか、兄さん。いい気にならないで。100倍にしてお返しします。ちょろちょろと。すべて。奪い尽くして差し上げます。すべてを奪い尽くすわ。 退屈な人。すでに優劣は明らかですから、これ以上は無意味です。まだ続けますかあなたが納得するまで、そして、私の気の済むまででよろしければ、いくらでも付き合って差し上げますが、勝敗は決しました。出口はあちらよ。生きているうちに帰りなさい。言うまでもないことだけど、二人とも、 言及ぐらいは覚悟しているんでしょうね。琥珀。あなたのフラチ三昧もここまでよ。さあ、今すぐ監視カメラを撤去して、怪しげな薬も投棄なさい。楽しかったわ。次があるのなら、その時は優先的に相手をして差し上げます。なんだ。私も結構戦えるじゃない。これなら反転する必要もないみたい。あら。納得のいかない顔ね。 お望みなら、もう一度試してみても構いませんよ。と <laughs> も、結果は未来永劫、変わらないでしょうけどこんなところね。<laughs> 少ふ。走ってしたなかったかしら、戦いは力ではなく、わざと起点によるものです。少しは骨身にしみまして。ほら私だって、やればできるでしょ、う、兄さ。ん。これからは。 私にも相談してくださいね。